こんにちは、ちはやです。マリオメイカツやっていきたいと思います。50秒スピードラン、トゲと溶岩を駆け抜けろ、クリア率 0.28% です。よろしくお願いします。よし。ゴー！お、切り替えて、タンタン。うわ、遅い！ 1、2、3段ジャンプ。くる入れなかったか、いらない方が、やーいな、なるん。うわ、うわ、いけた。いけたわ、いけたわ、いけたわ、パン投げ。うわ、かぶんなきゃ。生きてる、すげえ。かぶる。はいはい、三段ジャンプ、パウナキ、壁キック、しゃがみくる。ルート合ってるよね。なんか壊れるブロックが多いから。あ？あー、下からあれが出てくんのか。こんな？わー！タイミングむずそう。降りて、ポン、ポン。うわぁ！何それ？どういうこと？こういうこと？一回止まればよかったかな？間に合うかな、これ。あ、全然間に合わなさそうなんだけど、これ。あ、でもね、間に合わなくてもいいんだ、これ。ご利用せるじゃん。あ、でも、間に合った間に合った、やったやったやった、ドア入る、初見殺しがありそう。ふぅ、あー、オッケー、反応クソ悪かったね、今。はい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 。いける、間に合う、オッケー、間に合っていく。しゃがみくるん。そこでやられんのか。あぶねえ。はっ、オッケー、同じミスはしねえぞい。まだ続くね。がっつり続くね。パウ投げ。あー、ちょっと止まっちゃったんだけど。三段ジャンプ？鍵戸入る？うわー、時間なさそう。あぶねー、間に合ったー。お疲れ様でしたー。すごく、すごく面白そうなコース見っきましたね。これ、パウをさ、ブラックパックに当てて、そのまま右上に進んでゴールするだけじゃないんか。条件は？え、条件もない。じゃあ簡単でしょ。どういうことですか？このパワー持って、君に当てて、先に進むんじゃないの？ブラックパックもう一匹いんのか？なるほど。パワーが二つ必要なんだね。だけど、ブラックパックン的に、多分ね、ブラックパックンをこうやって下に落とすんだと思う。こんな。あー、でもめっちゃむずいな。多分こんな感じでやるとは思うんだけどな。頑張れ、ルイージなんとか右に押し出してくれ、ブラックパックを。時間がないことを考えると、やっぱ結構なんか勢いよくこうやって持っていかないと。ダメだよね。あー、むずいね。全然むずいわ、これ。すげえわ。いいよ、頑張れ。頑張れ、ルイージ。はっ、頑張ってくれ。もうちょっとなんだ。よーし。あ、でもパウねえぞ、おい。パウなくなっちゃったじゃねえか、それじゃ。ああ、惜しい！惜しい、今の！でも今の感覚でいけるね。わかったわかった。いきます。パウ持って、下に置いて、ヘディングしながら持ってくっしょ。で、この状態で、スライディングを2回入れたいんだよね。ああ！パウ持つ、下に置く、ヘディングで上に持ってく。この状態で一回下がって勢いよくスライディングを。スライディング、バー！よし、あー、パウが下に落ちちゃダメなんだよ。うまい、これでいける。あーや、あー、しまった。うまい。うまい、うまいんだけど、この後の操作が。いける！あー、間に合わねえ。無事、時間が足りない。うまい、うまい、来た。あー、なんで、うわー。ジャンプの高さが届いてなかった。来た。うわ、なんでミスったの、もったいないな、もう。はい、しっかり持って。
進んで間に合う、やったー、やったクリアさん、めっちゃむずかったこれ。これ自分のやり方はちょっと違うのかな。このベストタイムのやり方どんな感じなんだろうな。こちらツイッターでパベウさんからいただきました。3回目ですね、コース遊ばせていただくの。ありがとうございます。新しいスピランを遊んでみてください。日本語の勉強は主に独学で勉強して、すげえ。あ、初年だけに日本語コース取って、もう10年くらい。日本が好きで3回くらい行ったことがあります、だって。すげえな。語学ってさ、一人で勉強してて身につくもんな。すごいな。大学とかでさ、いろいろ、触りはしたけどさ、もうその後、うわぁ、全然やらなくなっちゃったよな、語学。ほいからの、こうでいいのかな?ここは抜けていく。なんか投げるやつがあったんじゃねえか?はい。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 パウ、パウじゃない。ば。うわぁ!あれが必要じゃん。バネが必要じゃん、これ。どうやって取るの?ここのバネどうやって取るの?これ取れます?取れないよね。あれ?わからん。ここに何かを投げる何かが。あれ?なんだこれ?ここになんかあります ?Z? うん、これか。これを持っていかなきゃいけなかったんだ。オッケーオッケー。で、スピンして、スピンして、投げてしゃがまなきゃいけないんだ。投げてしゃがむ。うわ、これむずいぞ。想像以上に。ここで投げるらしい。おお、これで行ってくれるんだね。で、持ってくるんだ。すげえ。で、タイミングよく、投げるといけるようになって、すげえ。はい。はい。バネ持ってこなくていいんか?おっと、おっと、と、ここで一回食らってキャンセルでしょ?あー、かぶっちゃった!参るか?うわー、ご利用せ!うわー無理くりいけてるけど。あー、危ねえ、危ねえ、一回止まって。時間がないかもしれん。あー、ちょっと待って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 。ご利用しで一応いけたな。いいのか今の。綺麗にクリアしたいですね。頑張りましょう。まずはバネを出して、走って、右から左、A。ここが第一関門。投げてからしゃがむ。OK。そして勢いよく飛んで、指定の場所で投げます。で、ここはパウ連打しとけば大丈夫。はい。あ、取れてないよ。戻って戻って。大丈夫。時間に余裕あるタイプだったからいけるいける。で、タイミングよく、投げます。OK。で、ここで置いといていいんだよね。ちょっと待って。いけない。さすがにこれちょっと。時間ないかも。うわあ。さあ、パウ持って、オッケー。音符を経由して、バネ当たって、ここのタイミング、よし、オッケー、完璧。はい。はい。壁キック、1、2。はい。ヒップドロップ入れて、キャンセル。オッケー。そして、投げます。ミスった。うわーい。びっくりしたジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。おー、綺麗いけた。いや、これね、走り抜けれるタイプだったわ。なるほど、下いけたんだな。次からそうしよう。ほい。正解は、どれだ?あ、どれでもいいのかな?オッケー!お疲れ様でした。マリメ力。ちはやのマリメ力向上を目的としたどこまでマリオチャレンジ難しいでございます。相当部、あ、改造マリオレベル。うわぁ上からも降ってきた。これ、でもこうでいいよな。な。あー、ズルできないようになってるわ。下の状況見えないの、ちょっとやだな。ここでいけるはず。よし、オッケー。タイミング噛み合いましたね。これ、もう入力何もしなくても多分大丈夫。そのボム兵はどういうことだと思う?え?あ、ボム兵いなくなっちまったよ、あいつのせいで。なあ、たん。全然タイミング合ってねえし。ボム兵じゃないんだ。君か。これでもまだ、帰れるよな。速攻回収して、投げる。オッケー。これでようやく進めました。キノコゲット。その土管からは何か出てくるんでしょうか?
出てこないか。あれでも攻撃のしようがないな、これ。どうしよう。あれ、土管から何か出てこないとこれ攻撃のしようがなくない？出てこないね。あぶね。キャラが、こっちの方に行けば出てくるか。出てこねえ。え、なんだこれ？どういうこと？改造レベル。改造レベル。なんかあったっけなぁ。例えば、ボム兵で、トゲゾウたちをちょっと倒したとしてなんか変化があるかどうか。あぶね。いや、ないよなぁ。困ったな。意味がわからん。あ、待って、あいつ下に下がったぞ、なんか。いや、上登ったわ。ちょっと待った。いや、もう、ここで行くしかねえ。踏むわ。踏むわ。あぶねえ。踏むわ。あぶねえ。いけたー。ご利用した。ふっ。からの？なんか P スイッチあるな。ボムは持ってけってことだと思うんだよな。いきます。P。P。いや、ダメだ。捨てないと。あー。ボム関係なかった。ほっ。P の位置をしっかり確認していきます。ここ。ここ。これ別に P じゃんじゃなくてもいいや。OK！ めっちゃ奇数持ってかれちゃったな。皆さんからすると、どこまでマリオチャレンジのとても難しいっていう風に多分見えると思うんですけど、ここはね、読み方が違うんですよ。とても難しいのところはね、運ゲーって読みます。スタンプ、スタンプ、ソンプ。チームジャンプからですね。これを死なないようにクリアしなきゃいけないのが超むずいんだけど。わかんねえ。早速ギミックがわかんねえ。かき棒踏んだから何なのよな。一旦ここ乗ってみた。あ、なるほど。この杭の上で行くのか。これ死なないか？いや、そうだよな。いや、これ、奇数、なくなるぞ。とても難しいわ。本当にむずいんだ。こういうこと。そう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 。今ので乗んなきゃいけない。めっちゃむずい。めっちゃむずい。乗って、ジャンプ。うわ。杭の上もね、ツルツル滑るんでね。ジャンプ。ジャンプ。これ踏んで、それ乗るのか。うわ。できる気しねえ。とても難しい。本当に。本当に難しいよね、これ。これさ、その動画内でやる分には構わないんだけど。よいしょ！とても難しいでやんのはきつい。奇数制限がある中では、ちょっとどこまでマリオチャレンジとても難しいわ。自分の実力じゃちょっと厳しいんだよな。これほんとすごいよな。これクリアできる人。はっ！いやー、乗んなきゃいけないのか。乗って、オフ、うえ。いや、ここ乗るの厳しい。こう。いや、こう。こう。うわ、なんだなんだなんだ。こう。いや、こう。これ乗って、これの、プランプランしてくる杭。めっちゃむずいんだね、乗んの。これ乗って。これ乗んの！もう、むずいんだよ。惜しい。一面で、俺は、14機くらい失ってんのか。きついな。よっしゃー！一面突破した。いや、死んだ。これ、どこまでマリオチャレンジとても難しいやった方が、俺はマリメ力上がるかもしんないな。今後ちょっとやっていこうかな。ポンポンポン。これ乗って、これ踏んで、これ右飛びすんのかな？うわちくしょう。いいよー、進めてるじゃん。あと6機でいけるかな。はい。わかんない。あ、右下の杭乗んのかな？わかんねえ。
右飛んでみた。飛んでみた。これ乗ってみた。なあ、つるつる滑るんだよ。届け。どう？二面突破？やったー、お疲れさ。奇数なくなりすぎ笑った。おー、お疲れー。マジで難かったな。これクリア率何パーくらいなんだろうね。いやー、マジか。クリア率 1%。体感的に 0.005% ぐらいのコースだったよな。これやっぱきついね。とても難しい。本当に難しいわ。あ、ねえ、なんて言えばいいんだろう。運ゲーなんだよ、このコースが。今みたいなコースもあれば、あれ一発でクリアできるぞみたいなやつもね、出てくるんですよね。このタイムアタック系はね、多分無理だね。本当にパスゲーなんですよ。クラブステップ。ゆっくりゆっくり進める系とかだったらいいんだけどな。時間はあるが、これは、めちゃめちゃ、難しいやつだね。オッケー、進めてる。こういうこと？オッケー。うわっ！あ、惜しい！惜しいねー。最後の一機なんで、黙ってやってみようかな。まあ、いつも黙ってるけど。ほっ。あー、ダメだった。うわー。これ久々に聞いたな。で、失敗すると最初からになっちゃうっていう感じなんだけど、これって。これね、みんな見てて、どうしてもみんなに見せたい。どこまでマリオチャレンジとても難しいの。世界記録保持者なんと2万。恐ろしいんだよな。どうやったらそんな2万コースもずっとクリアできるんだろう。どう考えてもさ、さっきみたいなコース当たったら、あ、パスしてんのかな。いや、でもそれでもすごいよな。すげえや。めちゃめちゃうまいんだろうな。YouTube 持ってんのかな？なんか持ってそうだよな。これはクリア率 1% 台ですね。2700分の30かな？これをほぼノーミスでクリアしろなんて言われても無理だよ。すげえだな、本当に。世界にはすげえ人がいっぱいいるわ、本当に。なるべくノンストップで行っちゃった方が、こういうのは。いけたりするんすよね。これ上からいけたりします？さすがにそんなに甘い世界じゃないか。これ上から下行くのきついんだよな。ふっ！これいけるんだ！うわあ！おー、いけたー！やったー！オッケー！山だった！なあ！マジかよー。ね、恐ろしい話じゃない？これ、ランカーの人たちはノーミスでクリアするんでしょ？こういうコース。ありえないよね。人じゃないよな、もう。あー、しまった！右押しっぱなしでいいじゃん。なーなーなーうまいー！よっさー！おー、お疲れ様でした。40期、50期くらいは失ってるはずなんで、どこまでマリオチャレンジとても難しい。おかしいんだって。これ一発でクリアできる人、おかしいよな。どういうマリメ力してるんだ、本当に。どこまでマリオチャレンジとても難しいのコース、もっと見たいよって方は、チャンネル登録をして、今後もちはやのことを応援してください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。